じゃあ始めていきまーす。よいしょと、空気を入れてアップアングルして右ターンで探します。右側、次左側。10が吸っときますね。左ですね。よいしょと、次の右をなるべく引き込みたいわけです。よいしょと、右のこの壁が見えてるラインで巻き取りたいわけです。今の真右。アップアングルのまんま、右、ちょっと引きます。そしてちょっと左のトルクを逃がして引いてみます。見えないので、右上、見えてるラインで粘ります。同調回転が始まりました。抜けましたね。しょうがない。ちょっと左ターンで一回引きますよ。巻き取れればいいわけです。右ターン、アッパーグル1、右ターン、もう巻き取れませんので、もうプッシュするしかないです。巻き取ってみましょう。はい、頭頂回転始めました。今左下に移動しましたね。ちょっと左にトルクを逃がします。少し抜きます。バングル戻します。よいしょ、巻き取れないですね。よいしょ、ダウンカングルかけて、よいしょと、今まあ右、右アングルをかけて、よいしょと、これで強くかけるの先に先端が行きました。今上方向、回っちゃいますね。今左、左ターンして上に持ってきます。動かないでくださいよ。今検査中ですよ。よいしょ。おならしたくなったらどんどんしてくださいね。ちょっとお腹突っ張りますよ。ここで引けるかトライしてみましょう。よいしょと、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 うん、やっぱ届かないですね。ループ形成です。 SPG を右にタイトに持ってきたいので、今次の SPG は右上になってます。すごくねじれた形になってます。アップアングルで右上グッと回っちゃいますね。これ左トルクで関空に入りたいわけです。じっくりです。アングルを戻します。左ターンしてます。左上です。今左アングルを使っていくと抵抗が少しほどけるという答えがあります。今抵抗がすっかりほどけました。タタ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 、これとかなり SDJ が今緩くなってます。これで真上アングルを強めて、右トルク時で今度引きましょう。左上ですね。左を滑らせましょう。左アングル加えて、右下、今ここの膝の右上、よいしょ、
と真上です。シワの中を入っていくしかないです。あ、左に回っちゃいます。左にターンで追っかけて、この直射ところに関空があります。アップアングルをきつめます。ターンをかけて聞きましょう。多分カンカン右下ちょっと抜けちゃうので、アングルだけでは抜けちゃいますね。よいしょっと。ラインでプッシュすると楽なんですけど、これでそういう風にしたくないので、もうちょっと粘ります。左アングル、左ターン、今右上、真上、左上、アップアングルを強くします。アップアングル最大ですね。で、左側もう少しだけ先送りしておいて引けるといいんですが、引きが届かないですね。この画面をキープしたままストレート化を測ります。この距離感で探せれば次の関空に入れます。あ、上側少し方向が変わります。真上から右にねじれるようです。よいしょ。このスリットが入る、右の上のスリットに入ってきます。ここですね。よいしょ。ここで左側、ここで D に入ってしまいます。動いちゃダメですよ、検査してますよ、忘れてるでしょ。うまくいきましたよ。これで D に入りました。鳴らしたくなったらどんどん出していいですからね。残液が消えた次の強い呼吸がスプレーのスプレーしたので。